マンフレッド・マンはイングランド出身のブリティッシュビートバンド。南アフリカ出身のキーボーディスト、マンフレッド・マンが最初に結成したリーダーバンドとして知られる。1960年代末で解散したが、1990年代に9メンバーが集結し、ザ・マンフレッズの名で活動再開した。1966年のグループショット1962年、マンフレッド・マンによるマン。 ハグ・ブルーズ・ブラザーズとして発足。マイク・ビッカーズ、デイブ・リッチ・モンド、ポール・ジョーンズが合流して陣容が固まり、翌年にバンド名をマンフレット・マンと改名する。1964年、リッチ・モンド脱退。トム・マッギーネス・加入ファーストアルバム、ザ・ファイブ・フェイシズ・オブ・マンフレット・マンを発表。1965年、ジョーンズが離脱を表明するが、 代わりのボーカルが見つかるまでバンドに残ることとなった。セカンドアルバム、マンメイドを発表。ビッカーズがアレンジャーになるために脱退。ジャック・ブルースが加入し、マックギネスがギターに転向。1966年、ジョーンズ脱退。ブルースもクリーム結成のために離脱する。マイク・ダボ、クラウス・フォアマンが加入。フォンタナレコードに移籍して、新規一転し、サードアルバム。 アズイズを発表。この頃からサイケデリックロック要素を強めていき、この時点のラインナップからマンフレットマンチャプターにとも形容されている。オランダ TV スタジオライブ1968年映画アップザ・ジャンクションのサウンドトラックを手掛ける。QU ビッカーズや外部ミュージシャンがゲスト参加した。同年フォースアルバムマイティ・ガービーを発表。 1969年、創設者のマンフレッドとハグは、ジャズロックを試行したバンド、マンフレッドマンチャプター3を開始するため、この年をもって解散する。1991年、マンフレッド以外の主要メンバーを中心に、ザ・マンフレッズ、ザ・マンフレズとして、22年ぶりの再結成を果たす。1998年、30年ぶりのオリジナルアルバム、 5から4から3から2から1をリリース。以降も、作品の発表を重ね、活発に活動を続ける。2012年、マンフレットマン発足から50周年を記念した、来日公演を開催。ザ・マンフレッズきのポール・ジョーンズ2011年現、ラインナップ級メンバー UK 版、スタジオアルバム、US 版、スタジオアルバムライブアルバムコンピレーション、アルバム EP シングルその他。 ありがとうございます。